石戸悟の取材放浪記。ここからはノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語る石戸悟の取材放浪記。今日は新型コロナウイルス統括できることを問う、はい、今日統括ですね、総括、うん、総括ですね、うん、まあね、僕みたいな人間がノンフィクションライターなどと名乗っていいのかだというぐらい落ち込んでいる今日この頃ですけども、パソコンを忘れたこともありとかね、まあ、そうそう、昨日はちょっとすごいそのぐらい落ち込んでたんですが、まあ、気を取り直してですねスタートしていきたいと思いますが、大丈夫ですか、情報ありますか、パソコンないけど。いや、もうパソコンじゃなくてね、すべてスマホで、うん、銀行を整理するというね、荒技で乗り切っていきたいと思いますけど、先週金曜日から、もうちょっと前か、木曜日から、なんか、あれはイベント始まってたんですけど、金曜日からその日本医学会総会というのが開かれまして、でこれ、日本の医学系の、学会の中でも、トップクラスの歴史と格式を誇る、まあ、4年に1回のなんかお祭りみたいな学会なんですよ。そんな、日本哲学学会総会なんてないですよね。日本哲学会は毎年やってますからね、しかも。なんで4年に1回なんでしょうね。いや、それだからその内科学会とか外科学会とかいろんな学会をまとめてこうワンセッションみたいな、なんかその全部なんかいろんなところでパネルディスカッションとかみたいなのをやってんですよ。で、まあ、4年に1回やってて、でまあなんか結構格の高いやってさ、皇后、天皇皇后両陛下、首相ご出席されるの、来賓、開会式の挨拶。日本哲学会はどうですか。いやどなたも来ないですか。どなたも来ない。どなたも来ないんじゃないですかね。来ないですね。まあ、日本でそこにはさ、日本医師会会長みたいなとか、東京都になって、あとはまあその大学の先生とか、まあ、ずらずらずらっといらっしゃってさ、で、お土産っていうのが、お土産を手渡されるんですよ。日本医学会総会。うん、岩波新書が一冊入ってるんですよ。何ですか。医学会総会が作った岩波新書、あと大会プログラム、読みたい読みたい、しかも東京国際フォーラム、うわ、で有楽町で、デニムバッグ、なんでデニムなんだ。そう、なんかいやか、で資料とかを入れるバッグをなんか白衣みたいな記事であってほしい、わざわざいただいて、うん、デニムなんだ、帝国ホテルのクッキーとかさ、なんかそういうのもなんか入ってたりとかするわけですよ。なんで披露宴みたいですね。すごくないですか、ね、確かに結婚式、まあ、そう披露宴みたいな感じだっていうのはまさにその通りで、なんか そういうようなね、なんかまあいろんなおまけがあるんですよ。で、まあ、で僕そんな知らないから、でも一応登壇することになったんですよ。新型コロナ問題を総括するセッションで、まあ、4年前なんで新型コロナ前なんですよね、学会。だ新型コロナを経て初めての日本医学会総会だったから、はい、要するにコロナ禍をまあなんか考えましょうみたいなことでいろんなゲストがやってきて話をするっていう時間だったんですよ。例えばそこに石戸さんが登壇された。そう、僕そこに登壇したんです。すごく、まあ、それすごい話なんですけど、それは僕もちょっとそこでちょっとやや自信回復、自己肯定感あとなんでとちょっと思ってますけど、まあ、なんでっていうのは僕も思った、うん、でも半年ぐらい前にそのまあ会長、まあ、その座長をやる先生から直接連絡もらって、要するにこの新型コロナでのなんかほら社会の社会問題についていろいろ書いてたじゃないですかっていう、うんうん、ああいうのやってほしいっていう、ね、そうそう、だからまあ要するに社会に与えた影響っていうのをもうちゃんとちょっと視点を変えてね考えたいから、ちょっとその自粛警察の話とか、うんうんうん、例えばその差別とか偏見の対象になった、まあ、歌舞伎町のホストクラブの話とか、うんうん、ああいうのを一つちょっとこうやってもらえないかみたいなね、書きなられてやつでとかって言われて、ああすいませんありがとうございますとかっつって、ぜひぜひとかって言って、まあ、だからそういうところにこう呼んでいただいたので、うんまあ、非常に面白かったんですけど、なんかそこで もう一つ感じたことがあって、この間トランプ政権とずっと対峙もしていたアンソニー・ファウチっていうアメリカの、まあ、コロナ対策を仕切ってた人がいるんですよね、はい、ドクターで、でも 彼もまあ、オンラインだったんですけどプレゼンテーションがあって、で、まあ、そうするとさ、そのファウチが言うことって結構面白くて、日本に、まあ、要はね、このファウチが総括するときに大体10個ぐらい新型コロナで何が学べたかっていうようなことをやるんですよ、うん、でそれはなんか例えば想定外に備えること、想定外という言葉もでも備えるが必要だみたいなさ話とかもするし、まあ、あとはその、感染症対策にね終わりはないみたいな、ゲームは終わるまで終わらないみたいなさ、なんか野球選手の言葉をなんか引用し始めてさ、だからまだ感染症対策に終わりはないんですよとかみたいな感じのことを言ったりとかするんですけど、結構ポジティブなことを言うんですよ。へ、これができなかった、あれができなかったみたいなことだけじゃなくて、
いやでも考えてみたらこんなに早くワクチンができたことって感染症対策シートないよねとか、なるほど、あとはこれはやっぱ既存の科学基礎科学とかがこれまであったものっていうのを活かせたからできたんだとか、あとはまあそのこの後にいくつかこう いくつかのまあグループに分けてその新しいその変異ができそうなインフルエンザのインフルエンザ なんとかなんとかみたいないろんなこうグループに分けて、でそこをちょっとモニターとして観察していくっていうこともやっぱできるようになってくるんじゃないかとか、大事だよねとか、あとその、まあ、あの獣人獣共通の感染症だからその獣とのね、あの、まあ、人間が自然を破壊しすぎないこともまた大事とかさ、開発しすぎない獣との接点をあんまり持たないようにしなきゃいけないねとかっていうようなこととかも、まあ、学べたことじゃないかっていうようなことを言ったりとかするわけで、あとやっぱこうほらあの変異が続くじゃないですか。だからコロナのをねアメリカから排除することもできないし、うん、ましてやウイルスそのものを根絶することはできませんと、うんうんうん、じゃあ何ができるんですか、それはコントロールならできるみたいな、それはもう日常の一部になることだみたいなさことをなんか熱弁を振るってたんですよ、うん、これってなんかなかなかこう日本でそういうのないじゃないですか、日本人のどうなんだろうね、日本の医者の発表とかも聞いてたんですよ、すごくいろいろとついでにね、うん、回って聞いたんだけど、みんなね割となんかこういう感じじゃなくて、うん、アメリカとかイギリスの学者とか他でもねなんか見てるとなんか結構こういう感じな、なんかもういや よくできたところもあったよねみたいな感じのこと言うんだけど、いやなんかいやまあ日本はまだなんかあれな謙虚なんでしょうね。結構違いますよね。だって日本もまあマスクがね緩和されたりとかして、うん、ここからまた次第何波また来る、いつ頃増えるとか、でそうなった時にねあの医療の問題大丈夫なのかとかやるんだけど、どちらかっていうといやこういうこともできた、ああいうこともできた、で他にまあなんかそのもっとやれることもあるはずだっていうようなあのことを言ってるわけで、うん、であのファウチはね、でこれ結構僕面白くてさ、あの僕もなんかそのまあ要はそれ自粛警察の話とかさ排除とか偏見だとかっていうことをやった最後のこのやった最後のスライドに、うん、あのできることが何かを問うっていうのが大事なんじゃないかっていうことを入れたんですよ、うん、その僕の自分の発表の中で、でそれはねまだ要はその不完全を許容しなきゃいけないっていう話なんです。社会はもう要するに完全にコントロールすることってできないじゃないですか、うん、僕もそれ学んだことですよ今回。感染症対策だっつって呼びかければその呼びかけが思わぬ反発というかさ全く予期しないことを招くこともあるし、うん、いやむしろ差別や偏見につながってしまうようなことにもなりかねないし、あるいは攻撃につながるかもしれない。だけど一方であのそれがなかったらあのどうしたらいいか分かんないって人たちもいるわけじゃないですか、うん、だから専門家のメッセージって発信するけどいろんな受け取られ方をする、でもこれも仕方ないことだと思って、うん、まあ、割り切るしかないっていう、そこを許容しながらじゃあ本当は自分たちは何ができるんだろうねっていうところで、うん、なんかこう、まあ、医療の体制の仕方とあり方とかそういうことね、できることとかできてきたことっていうのも同時に語っていかないといけないのではないでしょうか、ということをね学びました。そうですね、どっちにも目を向けたいですね。うん、何かとね日本だとこう例えば年齢で思ってることが違うとか、そうなん、すぐそういう話題になってしまうんですかね。割となんかできなかったことに目を向けがちなんだけど、海外、まあだからまあ、パウチに僕はそうだったからそうなんだけどさ、結構できたこととかポジティブなんですよ、今後こうやっていけばいいよみたいな。確かに、うん、どうつなげていくかっていうところがやっぱりポイントだから視野が広いですよね。視野広い、面白かっただからそれが。今日のテーマ、新型コロナウイルス総括、できることを問う、石戸悟の取材放浪記。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。